皆さんおはようございます。タイです。現在私は JR 札幌駅に来ています。これから函館本線下り、岩見沢滝川方面の普通列車に乗っていこうと思うんですが、函館本線では1日数本、札幌を途中駅とする普通列車において車両運用の都合により札幌で先発後発2本の函館線普通列車に分割するちょっと変わった運用があります。まあ大抵先発後発それぞれ行き先が違う。例えば先発が岩見沢行きであれば後発はその手前の江別止まりだったりするわけなんですが、実は朝の時間帯に札幌で分割した先発後発2本の函館線普通列車どちらも同じ滝川行きで運転されるね。なかなか面白い運用があります。ただでさえ札幌から出る函館線下りの普通列車ほとんどがね岩見沢までとなっているんですが、そこを滝川まで行き、なおかつね日本の普通列車続行運転ってなかなか面白そうな運用になっています。そこで今回はね後発の方の普通列車滝川行き札幌から乗っていこうと思います。ということでやってきたのが札幌駅 JR 線西改札口です。今回使う切符がこちらピーチ東北海道フリーパスです。こちらに早速ね入場していこうと思います。札幌でちぎって同じ行き先で運転される普通列車っていうのが岩見沢、旭川、網走、稚内方面、函館本線下り9番線から6時41分発の滝川行きと7時ちょうど発の滝川行きです。同じ9番線から出る列車ということでね、これがちぎっても同じ行き先で運転される普通列車となっています。 JR 札幌駅9、10番線やってきました。札幌でちぎってね同じ行き先で運転される普通列車っていうのが9番線6時41分発と7時ちょうど発の普通列車滝川行きです。札幌でちぎるね普通列車の見分け方というのがあります。大抵3両編成の普通列車札幌駅ではサンドア乗車口3から5の位置に停まるようになっています。ただ今回の場合はご覧の通りですね、サンドア乗車口1から3と4から6になっています。ちぎったその位置から発車するといった感じなんですね。つまりサンドア乗車口3から5の以外の3両編成の普通列車っていうのは大抵ね札幌駅でちぎる運用になっているというわけです。9番線列車まだ来ていません。滝川行き小樽発の列車ということでね、この後6時23分頃に入線してきます。札幌でちぎって先発後発に分かれる普通列車、接近放送面白いのでね聞いてみましょう。お待たせいたしました、まもなく9番線に6時41分発滝川行き普通列車、7時ちょうど発滝川行き普通列車が到着いたします。ちぎってね先発後発で分かれるということでね、両方とも案内をするんですね。まもなく9番線に列車が到着します。ご注意ください。おはようございます。到着の列車は切り離し作業を行います。6時42分発の滝川行きは9番線に向けまして左手側の作業、1号車、2号車、3号車は6時41分発滝川行きに向けてください。ということで札幌駅9番線には6時41分発前3両の普通列車滝川行きと7時ちょうど発後ろ3両の普通列車滝川行きやってきました。 JR 北海道の721系です。これからね前3両と後ろ3両切り離し作業を行います。先行列車とね後発列車同じ行き先、まあご乗車を避ける目的からかね、後ろ側の車両というのは配送幕になっています。まあ、しかもですねこの後ろより3両の普通列車っていうのはですね車両運用の都合上で小樽からねちぎって滝川行きになるんですが、時刻表上ではね札幌始発の列車として扱われているんですよね。現在ね分割作業中なわけなんですがね、まあ、北海道冬の時期ということで雪がやばすぎてですね切り離しも結構大変なんですよね。後ろ3両7時ちょうど発のね滝川行きがドアを閉め下げる形で分割を完了させました。これね6時41分発と7時ちょうど発の滝川行き2本の列車に分かれたわけです。分割完了した後後ろ3両すぐドアが開くのかっていうとそういうわけではなく、ご乗車を避けるためですね
奥側前3両6時41分の滝川駅が出てから扉扱いをスタートするわけです。そして6時41分前3両のね普通列車滝川駅が札幌駅を発車していきます。まあ、発車とねほぼ同時にドア扱いもスタートしたわけですね。いやこれはなかなか面白い光景でした。前3両の普通列車滝川駅が発車するとですね、幕回しを回送から滝川へ変えていくわけです。まあ、結構ね長い幕回しなわけなんですが、今ではもう見られない種別だったりとか、なんでこんなの入ってんのっていったね種別もあるわけです。これはねなかなか新鮮な幕回しですよね。ということで普通列車滝川駅に幕回しが完了しました。それではねあと3両 C ちょうど発の普通列車滝川行き乗車していきましょう。乗車する際ね車内に段差があります。足元には十分気をつけましょう。車内はこんな感じ、オール転換クロスシートになっています。いや普通列車でオール転換クロスシートってのはすごい便利、乗り得な感じがしますよね。こちらは車内にある札幌近郊の路線図です。札幌から出る函館本線下りの列車っていうのはほとんどが岩見沢止まりということで、路線図もね岩見沢までしか乗っていません。この列車ね滝川行き、岩見沢からね先の路線図でない区間へも走行していくわけです。7時ジャスト、後ろ側3両のね普通列車滝川行きも札幌駅を発車していきます。JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は函館線各駅に停車をしてまいります。普通列車滝川行きです。列車は3両すべて自由席、車内は禁煙です。先の函館本線しばらくの間ですね千歳線との並走区間を走行していきます。そのためね列車によってはこの区間で並走、追い抜き、追い抜かれといった光景を見ることができるようです。まあこの北線区間普通列車の滝川駅が嫌がらせのように千歳線の列車とね亜空間接続を行っているわけです。まあね、同じ札幌から出てる列車ですからね、乗り継ぎがなくても問題ないわけですね。函館本線と千歳線の分岐駅っていうのは、先ほどの白石駅なんですが、まだね、しばらく複々線間は続きます。途中にですね、千歳線側平和という駅があるんですが、こちらはね、函館線側ないので通過という感じになっているんですね。平和を過ぎてくると、千歳線がね、高架へと上がっていく形で函館本線とお別れになるわけです。ほんとね、列車によるとね、ここまで並走をね、繰り広げるというね、光景も見られるらしいんですよね。特にこの列車の1本前を行く6時56分発の特別快速エアポートと特急オホーツク1号っていうのはここまで並走を繰り広げるらしいです。ということでね、函館線と千歳線がね、ここで分岐するわけです。次は厚別に停まります。厚別を出ますと、続いて森林公園です。千歳線と分岐した後、この普通列車滝川駅は、雪がめちゃくちゃ降るね、函館本線を一路北上していきます。いやー、函館本線に限る話じゃないんですが、冬の北海道、やっぱ雪がすごいですよね。
ちゃくちゃ降ってるということでね、視界が前見づらいですからね、こんな中運転してるっていうのはね、なかなかすごいことだと思います。函館線札幌旭川間にはですね、都市間連絡特急のライダックカムイといった列車も運転されています。そういった列車とすれ違うとですね、雪がやばいということで雪無理をね上げて走っていくわけです。岩見沢までのね函館本線は結構普通列車の本数が多いんですよね。そのため行き違いも結構多いです。現在走行している函館本線、特に札幌旭川間っていうのは都市間連絡特急カムイライラックがね高頻度で運転している関係で、特急街道線形がかなり良くなっています。しかもね、広大な土地を持つ北海道を走る路線、駅間が長い区間もね結構あるということで、各駅に乗る普通列車でもねこのように110キロオーバーでねかっ飛ばしていくわけです。いや、この雪道の中をね110キロオーバーでかっ飛ばしていくっていうのはね、なかなか面白いですよね。特にこの列車は普通列車ですからね。岩見沢到着前に室蘭方面からのね JR 室蘭本線と合流します。まあね、あちらはね非電化ということでね、雪に埋もれてどこを走っているのかようわからん状態になっていますけどね。札幌を出てから45分やってきたのが岩見沢駅です。この駅ではね13分ほど停車し、後続の稚内行き特別急行宗谷を退避します。ちなみにこちらが岩見沢駅の時刻表です。見てもらって分かる通りですね、特急回の、ね、特急列車の本数は変わらないんですが、普通列車の本数がね岩見沢を境に札幌方面と滝川方面でね全然違うわけです。なんなら滝川方面ね普通列車が走っていない時間帯っていうのもねあるわけですからね。いや、これはすごいですね。岩見沢から先へ行く普通列車がどれだけ少なく珍しい存在なのかっていうのがよくわかります。ちなみにですね、現在乗車しているのがこの7時58分発の滝川行きで、さっき分割して先に行ったやつがこの6時32分発のね滝川行き普通列車です。もうすでにね26分ぐらい差があるわけですね。分割後どちらも同じ行き先で走る函館本線の特殊な普通列車に乗ってみた動画、いかがだったでしょうか。今回私行程の都合上ねこの岩見沢で特別急行宗谷号へと乗り継ぎます。そのためね特殊な滝川行きの普通列車は岩見沢で下車となります。札幌で分割し先発後発分かれるね普通列車っていうのは1日数本運転されています。皆さんもねぜひ探して乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。